はい、どうも、拡大縮小処理大好き阿部ちです。この動画がね、上がる頃にはもしかしたらもうメガドライミニ2、もう我々ね、手にしているかもしれませんが、まだね、1993年を見ているところなので、頑張って最後までやっていきたいと思います。こちらね、1993年9月号からいきたいと思います。はい、今回の、B メガドッグレースですけども、メガドライミニ2収録のタイトルは2本入ってますね。一つはアーハリマナダ、こちらは、8.5.4.6点ということで8があったんですけど、あと5.4.6であんまり評価が当時は思わしくなかった感じですね。それからね、こちら、シルフィードね、ようやく登場しました。こちらは、9.7.8点10点が飛び出してますね。さすがジャムおじさん。じゃあこちらもレビュー読んでいきたいと思います。まずアーハリマナダ、青山陽子さん、これは相撲だと思わない方がいいでしょう。力士は空高くジャンプするし、粘土波はあるしと、とにかく常識をはるかに超えています。当然必殺技もあるし、通常技も豊富なので対戦ゲームとして十分に遊べますが、原作ってこんなにはちゃめちゃなの？オリックス浩二さん、いくらハリマナだとはいえ、これはハメを外しすぎでは。三本勝負とか空中投げとか、とにかく最近の格闘ブームを意識しすぎな気がする。これじゃあ相撲であることもハリマナだである必要もないもんね。上下防御の使い分けや変な必殺技など、ゲーム自体も大味だ。ハイローラーズ、メガドラ久々の問題作、原作を無視したあまりのバカさ加減は笑いを通り越して呆れてしまう。相撲をテーマにした格闘ゲームというアイデアは許せるが、格闘ものとしてのバランスはめちゃくちゃ。ちょっと遊んで笑うにはいいが、買うのは…ジャムおじさん、キャラは多いし変な効果音も充実してて笑える部分が多いのはいいね。1プレイ時のシナリオもビジュアル好きで分かりやすいし、オリジナルキャラもいるから原作を知る知らないも関係なし。でも技の入力がシビアだし、難易度も結構高い。本気的にも70勝は辛いな、ということですね。まあさすがのジャムおじさんもね、ハリマナダに関してはちょっと厳しめの、点数がついています。シルフィード、青山陽子さん、思わず感動、よくぞここまでとうなってしまいました。自分でプレイしていると大迫力の背景などは見てる余裕がないのですが、他人がやってるのを見ると細かな演出やグラフィックにため息が出ますね。これはぜひ大画面でやってほしいな。オリックス浩二さん、デモはすごい、それは認める。でも 3D ポリゴンファンとしては残念ながらあまりそそられなかった。ゲームが結局パソコン版と同じで縦スクロールシューティングを斜め上から見ているだけという感じなのだ。ポリゴン独特の実在感をあまり味わえないのが残念だ、ということですね。ちょっとあれですかね、前対談させていただいた足塚さんにちょっと近い意見なのかもしれないですね。ハイローラーズ、まさにメガ CD にふさわしいゲームアーツ渾身の作品だ。凝りに凝った素晴らしいデモはこれから CD ロムの時代かと思わせるに十分な迫力がある。ゲーム内容は数年前のパソコン版と変わらず懐かしさがあふれるが、荘厳な輝きを持つ一本に違いない。ジャムおじさん、一目で通りすがりの人を引きつけられる映像的演出はメガ CD の可能性を大いに見つけてくれるね。ゲーム自体が古いとか BGM が弱いとか批判的な意見もあるようだが、ゲームアーツのこだわりには手放しで拍手を送っていいだろう。3,4,8面は特に必見ということですね。まあゲーム性自体がね、古いっていう意見は聞きながらも、でもそれもに有り余るこの映像演出というところでね、10点ついてるということですね。まあでも本当に期待にたがわない出来でシルフィードがね、登場したというところですよね。業界にゲームに言いたい放題の投稿なんですけども、最近はプログラム技術がすごく良くなってきたと思う。そこでもう一度リメイクしてほしいソフトがある。それはスペースハリアーだ。なぜかって今更と言われるかもしれない。しかしメガドラの発売と同時に出たスペハリ2ははっきり言って期待を裏切られたものだった。画面の色使いが暗くてサウンドも超がっかり。今ではゲーセンにも置いてないし、マーク3版ではやはり満足できない。ぜひともお願いしたい。まあ 32X があったとはいえ、メガドライブにこの要望がね、通ったのは令和になってからメガドライブミニ2でという、いうところでちょっとね、感慨深いなと思いますね。こちらね、3DO ですけども、当時はこのね、3DO が結構やっぱり恐れられてたんですよね。まあ言っても松下電器ですからね、世界の松下、が送り出すゲームハードということで、結構任天堂セガ陣営もね、警戒していたという感じだったっぽいですよね。はい、次はこちら、1993年10月号、いきたいと思います。B メガドッグレースの方ではこちらね、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD の方ですね。
こちらの方が、レビューされてます。 8.7.7.7.ということでね、まあ、ソニック・ザ・ヘッジホグシリーズと考えるとちょっと得点が高くないのかもしれないですけど、まずまずのまあ点数ですよね。レビューの方を読みますと、青山陽子さん、オープニングのアニメや時代ごとに違う豪華なサウンド、そしてスペシャルステージの見せ方など CD ロムならではのアイデアがいっぱい詰まっていますね。でも今回は一面からいきなり難しく、早くもお手上げ状態です。もう少しソニックらしい、単純な爽快感があれば。オリックス浩二さん、ソニックっぽくないなんて意見もあるけど、ギミックは2よりも凝ってるし、やり込めばいろいろ発見もあるだけに、これはこれでいいと思う。ただし多くの要素を詰め込んだ分とっつきにくくなったのは事実。スペシャルステージも見かけほど楽しくないのは残念。ハイローラーズ、過去未来の要素が加わったため各面のマップはかなり複雑になり、後半面にはループもある。進むべき場所がさらに分かりにくくなった感じがする。バックアップやタイムアタックがついたのはいいが、熱中度はいまいちかも。でもチマルソニックは笑えるぞって書いてますね。ジャムおじさん、まずは基本的にスピード感が前作に負けているのが残念。今回は2と違うスタッフが作っているわけだが、各所の意欲的なアイデアの割に手応えは薄くなった気がする。エミーやメタルソニックなど新キャラも消化不良だし、面構成もやや意地悪、音楽はいいがということですね。まあ、これメガドラミニ2と関係ないですけどね、菅野美穂ちゃんすげえ可愛いですねめちゃめちゃ可愛いですよね。ねえ、慶応遊撃隊もね、希望が多かったですけどもね、こちらも残念でしたね。うん、ねえ、今テレビの方もやってますけども、今出ればなかなかね、タイムリーで話題になったかなという感じはするんですけどもね。今月の論、私が納得する異色度ということでね、やっぱり異色の話題がね多いですよね。ユーザーにアーケードファンが多い MD ソフトが常に注目される異色度、さてどこまで望まれているのか。アーケードでやったゲームをメガドラでプレイすると、映像や迫力などで完全に負けているのですぐに飽きてしまう。絵や音がそのゲームの魅力的なものにしている場合もある。それが満たされない、形だけの完全移植では不満だ。新たな要素を加えた作品にしてくれなければ納得がいかない。メガドライブの原動力はアーケード作品が楽しめることにあると思うので、もっと真剣に取り組んでほしいということですね。ゲームは遊んでみて楽しいということが何より大切なことだと考えるし、荒探しの好きなやつにはさせておけばいい。でも買いたいと思わせるには見た目のインパクトも必要だと思う。ゲーセンでプレイしていた時に心に深く残ったものが忠実に移植されているかということだ。例えば格闘ゲームならそのゲーム性が最大の売りになっている場合も多いのだから、プレイ感覚を重視にするのがベストだろう。ところがゼクセクスのように見た目の部分も重要な役割を持っていれば話は別。このようにゲームによってポイントが違うし、人によっても感じ方が違うのだから一概には言えない。だからメーカーはどの部分が最も受けているのかを深く調べ、また我々ユーザーもどこがいいのかもっと主張すべきだ。例えばチェルノブのあの動きと演出、またスーパーファンタジーゾーンならば世界観と音楽、それぞれのゲームが醸し出す独特の味に魅了されて移植を希望しているメガドラユーザーにとって、ゲーム本来の個性の再現こそが満足なのではないでしょうか。私はダライアス2の移植に関して敵のアルゴリズム、耐久度、そして時期の移動速度が納得いきませんでした。細かいことを言うようですが、これが違うだけで随分とプレイ感覚が変わってしまいます。全く同じにしろというのではありませんが、オリジナルの持つ絶妙なバランスを忠実に再現してほしいのですということですね。比較的ですね、原理主義的な、意見ですね。見た目か動きかと問われるならやっぱり動きを取るぞ。でも最近のメガドラ作品は両方とも満足できる。例えば画廊伝説だってグラフィックのパターンや色数は少ないけど、しっかり描いてカバーしていると思う。それより容量を増やしてキャラクターやステージの省略を避けてほしかった。それと移植決定の時期が遅いのが問題だ。せっかく質が良くても魅力が半減しちゃうぞ。こちら、12歳の少年のご意見ですね。これってゲーム機にとって永遠の課題でしょう。ゲームマシンやパソコンが日進月歩なのに比べ、家庭用は5年に一度程度で進化するのですから。実際今までに本当の完全移植だと感じたものに出会ったことがありません。ですから僕は移植に携わったスタッフの意気込みが大切だと考えます。たとえグラフィックやキャラサイズが違っていても、できる限りハードの限界を超えようと努力したと思える作品なら完全移植作だと思っています。内装をはじめファイナルファイト、ニンジャオリアーズのスタッフには本当にご苦労様と言いたいですと、いうことですね。まああれですね、将来的にアーケードを家庭用が超えてしまう時代が来るとはね、誰もこの時は思いもよりませんでしたよね。
業界にゲームに言いたい放題、スタークルーザーをね、遊んだ人の意見がありますね、ようやくスタークルーザーを手に入れました。素晴らしい出来に大感動です。 MD ユーザーは一度はやるべし。この作品がヒットした理由はポリゴンを使ったという点に加え、長いシナリオの良さにあると思います。後半の方で聞こえてくる声の正体はエンディングまで本当にわからなかった。ポリゴンの処理が重いけど個人的には全く気になりません。まさに名作です。パソコンでは2があるようなのでメガ CD にドーンと完全移植してほしいですね。フレディやギブソンとまた一緒に冒険できる日を心から待っています、ということですね。大絶賛ですね。そしてメガドライバーの、また熱い意見、8月号の清水くんの意見には私は賛成だ。ハードの性能についてはメーカーの人たちが語るべきことであり、私たちは、質の良いソフトを買うことを考えればいいだけだと思う。それに私たちはもっとメガドラの性能に誇りを持つべきだ。なんたってビジュアルショック、サウンドショック、スピードショックが売り文句なんだから、ということですね。あ、清水さんにまた意見ありますね。清水さん、僕に言わせれば性能論議をするのはユーザーならば当たり前のことだと思うし、またその意見をメーカーがよく聞いて取り入れていかなければメガドライブの不況はありえないだろう。個人的にはやはりグラフィックを向上させる機器が欲しい、ことですね。まあ、出ましたけどね。こんな投稿もありますね。少々前の話になるが、エクスランザーを買おうと発売日の午後に5軒のお店を回ったが全て売り切れだった。その後2週間毎日ショップに足を運んだ。大半があると知った7月にはもういらないという気分だった。でも欲しい。悲しいですよね、この空白の2ヶ月を考えると。それに最近は新作ソフトの売り切れが当たり前になっている。 MD コーナーに行っても古い、クソゲーばかりが並んでいて新しいソフトはない。その横にメガドラ2やワンダーメガ M2 が置いてあり、これから新しいユーザーになろうとしている人がこんなゲームを最初に買ったらどうしようと余計な心配までしてしまうね。編集部の意見では、エクスランザーが手に入らなかったというハガキは結構あったよ。みんなの家の近くのショップはどんな状況かな。12月のローンではそんなレポートを集めるぞ、ということで。エクスランザーもあれですね、結構手に入らなかったんですね。あれだけね、鳴り物入りで出てきたソフトもそれほど出荷本数が用意されてないということですかね。で、次はこちら、1993年11月号を見ていきたいと思います。 B メガドッグレースですけども、こちらね、コラムス3、出てます。評価が、7.7 点 7.8 点ということでね、まあまあ、そこそこいい、点数がついてますね。ちょっとレビュー読んでみます。青山陽子さん、やはり常に1本は持っておきたい落下ゲーム。基本的なルールや操作は今までのものを継承してますが、ゲーム自体は随分と賑やかになっています。特にハンデがしっかりつけられたり背景がいろいろ変えられたりしているのは嬉しいですね。女の子にもおすすめ。オリックス浩二さん、変な鶏が出たりモードがいろいろ増えたりして一見とっつきにくそうなんだけども、やっぱりやってみればコラムスなのでまずは安心して遊べる。でもいかにもぷよぷよ的な、1プレイモードは敵にセンスがなくていまいち。BGM も違和感があるな。ハイローラーズ、基本的に対戦専用ゲームになった上に5人同時で遊べるというのはありがちなアイディアなのだが、実際楽しいから許しちゃおう。ただし人数が増えると楽しさが増す分、画面もどんどん見にくくなるのは超辛い。でも相手の宝石を消せるのは意地悪で良い。ジャムおじさん、静寂の中にも妙にもハマるものがあったコラムスだけど、この軽いノリには好みが分かれそうだね。宝石の種類が増えて戦略性が高くなったことやおまけ要素が増えたのも評価できるが、1プレイモードももっと充実させてほしかった。4メガにしては少々高いということで、6800円、まあ、そんなもんかなと思うんですけど、まあ、当時ね結構低価格路線が出てたんで6800円4メガはちょっと高いという感じだったんですかね。いうことでね、緊急特報ということでいよいよ出てきましたセガサターンですね。まあ、この辺の話はね、セガサターン勉強会で多分ね話かぶってると思うので、ちょっとここに関してはさらっと、より詳しくはそのセガサターン勉強会という動画、まだ2本ぐらいしか出てないんですけど、また続きはねいずれやろうと思ってますけども、そちらを見ていただくという感じでお願いします。で、気になるメガドライブの今後というふうに書いてますけども、ニューハードはメガドラやメガ CD など16ビット機とのソフトの互換性はない。そこで気になるメガドライブの今後についてセガに聞いてみた。まずニューハードでメガドラ系のソフトが遊べる上位互換機能をアダプターなどの方法で持たせることについては全く考えられなくはないが、コスト的な面から可能性は低いらしいということですね。まあ、今回互換性は基本的には考えてなかったみたいですね。しかしメガドラメガ CD ソフトのラインナップについてはニューハード発売後も並行販売し強力なソフトを出していくと明言してくれた。具体的には来年メガドライブでは40から50タイトル、メガ CD では20から30タイトル予定。
もちろんその中にはメガドライブの戦略ソフト、バーチャレーシングやソニック・ザ・ヘッジホッグ3、ハイブリッド・フロントなども含まれ、さらにアーケードの話題作アウトランナーズの移植も決まった。メガ CD ではロードス当選機や AX101 などの対策が発売されるし、実写映像をふんだんに使ったレース、仮などの発売が来年の中盤に予定されている。というわけでセガとしてはニューハードと現行16ビット機は別系統のラインナップ、異なるコンセプトの面白さを展開させていく予定だというということですね。業界にゲームに言いたい放題の投稿をちょっと見ていきたいと思います。メガドラの普及が進まず、またマニアックなイメージがつきまとうのはソフトのせいじゃなくユーザーのせいだと思う。多機種を敵視したり、ハードの性能にうるさかったり、批判的な声ばかり多かったりというばかりでは、何か近寄りがたくオタク的なイメージを持たれて当然だろう。自分に合わせろというのではなく、もっと他の人を受け入れる姿勢を持ちながら MD の良いところをアピールした方が良いと思うということですね。なるほど、ちょっとなんか排他的なね、イメージがあったという感じですかね。あのクライマックスがスーファミのソフトを開発しているそうじゃないですか。ランドストーカーが好きな僕にはショックです。メガドライブだけの特別なメーカーと信じていたのに裏切られた感じ。それにスーファミのユーザーが最初はメガドラを作っていたことを知らず喜んでいるかと思うと腹が立つって書いてますね。僕は少し前までメガドラなんてつまらん、何がセガだなんて言っていたのです、ごめんなさい。ところが画廊伝説の広告が目に留まり、早速メガドラと一緒に購入してしまいました。遊んでみると音よし操作もよしで大満足。それにテリーが敵に勝って OK と声を出すところに思わず感動しました。それからというものメガドライブをけなせなくなり、逆にバカにするやつを叩いたりしている。とにかく一番の魅力はカートリッジの値段、安くてたまらない。なんかまあ画廊伝説がねきっかけでねメガドラにハマる人もいたんだなっていうのはなかなか興味深いですね。一般ユーザーも開発の人もいろいろと経験するほどそれぞれの良さがわかるし、改良点やアイデアが湧くはず。そういう意味でもクライマックスの次回 MD 作品は期待していいんじゃない。ところで叩くのはやめた方がいいよ、 MD ユーザーってみんな凶暴だと思われちゃうからね。まあこれ11歳の子なんでね、まあまあしょうがないのかなという気はしますけど。はい、こちら1993年、12月号、こちらで1993年ね終わりですね。ではこちら見ていきたいと思います。ちなみにこちらね関係ないですけど、あの RPG 幻想辞典って知ってます？僕ねこれ持ってたんですよね、あの一冊ね。なんかあのこう RPG に出てきそうな、あのああいうモンスターとかね、なんかそういった、もののなんかこうイラストとか解説とかがね書いてる本で、これビープ時代からずっとあったんですけど、なんかすごいロングランですね。ロングランとしていた作品なのかな。戦士編っていうなんか新作が今回、出るということなんですよね。B メガドッグレースでこちらナイトトラップがね、出てきてますね。で点数が 8.6 点 6.8 点ということで、ちょっとまあ、 あの若干割れてる感じはありますね。レビュー読んできます。青山陽子さん、一目見てまさしくアメリカのテレビドラマの世界に入ったような映像にびっくり。ゲームはかなりシビアなんだけど、これだけビジュアルがいいと退屈しませんね。メガ CD の性能を堪能できるゲームが欲しいというあなたにぜひプレイしてほしいかな。オリックス浩二さん、ビジュアルはすごいし日本語化の努力も買う。でもクリアしようとするほど楽しく、なくなるのはどうにも納得いかない。結局丸分丸秒にどのモニターを見てトラップをかけるという作業の連続で自由度がすごく低いのだ。せっかくの2枚組もこれでは。でハイローラーズ、8フロアで同時進行する場面を好きに切り替えながら進めるというアイデアは非常に新鮮で良い。だが実際はイベント時間を正確に覚えないとゲームは進まないし、ゲーム本位で進めると今度は物語が把握できない。クリア後の全編リプレイ機能でもあれば。ジャムおじさん、残酷シーンや下着姿の女性が頻繁に登場することで海外で話題を巻いた作品だけど、まずは着想の良さと他の家庭用機では見れない技術力を評価したい。クリアするには何度も隊長の非常な言葉を聞くことになるだろうが、その分長く楽しめる、じっくりやれる人にということですね。まあ、ナイトトラップは結構ね難度が高いというのはね、言われているところなんですけども、まあ、あれですかね、途中セーブとかちょっとね、駆使していけばもしかしたらクリアしやすいのかもしれないですね。ここでねこんなニュースが入っていきます。ソニーが独自企画でゲーム業界に本格参入を決定ということでね、この当時はなんかセガもあんまりなんかあのソニーのこと気にしなかったっぽいんですけども、まああのこのソニーがね出すプレイステーションがどん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 こうね他のゲームハード機を駆逐していったというあの本当にねあの時代の、ターニングポイントになるね、ゲームハードの登場ということですよね。
業界にゲームに言いたい放題で磁気ハードに関する投稿がありましたのでちょっと見ていきたいと思います。磁気ハードの概要を読んだが、まさに次世代にふさわしいスペック、これなら初期ソフトさえしっかり出してくれれば僕は絶対に買う。しかし問題は、メガドライブだ。セガは並行販売していくつもりのようだが本当にできるのだろうか。それに新ハードのライバル 3DO は早く発売される分、ソフトラインナップの充実が予想される。ならば新ハードはメガドラの資産と今の勢いをそのまま受け継いだ方が良いのではないだろうか。確かにそれによるデメリットも大きい。しかし移行の失敗、すなわち新ハードのソフトが少なくメガドラソフトもないという状況が起こったら、だからこそ新ハードには上位互換機能を持たせてほしいということですね。やっぱこの今の時点のライバルは 3DO ですよね。てか磁気ハードの記事にはいろんな意味で衝撃を受けました。家庭用ゲーム機器の性能向上は大いに歓迎する私ですが、今回は何か寂しさを感じます。メガドラもファミコンと同じような運命をたどるのでしょうか。世代交代というのは期待の大きさの反面、寂しさもひとしお身に染みます。まあ、というところでメガドライブが過去のハードになってしまうというところがね、あの寂しいという意見もね、あるという感じですね。これなんですが、林原めぐみコーナー連載決定ということで、あれですね、もう今も林原めぐみさんで言ったらもうね超大物、声優さんですけども、なんと B メガとね、あのこういうなんかつながりがあったというのがちょっと意外ですよね。こちらね、あのバーチャルシネマが、メガ CD を買えるということで、まあ、渡辺浩二さんがねなんかコラムをね書かれているようなんですけども、まあ、バーチャルシネマということで、このねあのメガドラミニ2収録のこのナイトトラップもこんだけドーンと特集されていて、それに合わせてこの夢見館の物語がね、紹介されているということで、まあやっぱりこういうインタラクティブなこうムービーを楽しめるというところがやっぱりこうこれからのね、何ですかね、あの CG ロム時代を、予感させる作品ということで、やっぱりちょっと注目されていたのかなという感じですね。他にはこんな感じでね、ジュラシックパークレベルアサルト、マイクロコズム、インディージョーンズ X101 ということでね、取り上げられています。まあ、こちらもあのバーチャルシネマ元年を演出するセガが語るということで、まあやっぱりかなりこちらの方向にねちょっと力を入れていたんだなというのが分かりますね。まあでもあれですよね、実際にはあの結構自由度が低かったりとかしてね、なんか思ったよりもちょっとゲーム性としてはなかなか難しい感じはあったのかなという気がしますね。だからまあ今でいうあのオープンワールドみたいなね、ところが多分本来の終着点だったんだろうかなという気はしますけどね。